私は2011年4月からミニチュアを使った写真を撮り始めました。今では毎日インスタグラムでミニチュアの写真をアップロードしています。この頃はあまりたくさんおもちゃを買ってもらえるような家庭ではなかったので、身の回りにあるものとかその日用品をこう工夫して遊ぶです。もともとこの人形を使おうと思ったのは、うちの妻がこうプレゼントでくれた牛の人形とかがあるんですけど、鉄道模型で使うですね。それをなんかこう持ってたっていうのがあって、写真で使おうっていうか、なんか写真の被写体に何か欲しいなって言った時に、その写真にこうその牛の人形を使い始めたっていうのが、まあ一番のきっかけなのかなと思ってます。田中達也が見せる新しいムーブメント、世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人。インスタグラムでもともと持っていたミニチュアを趣味でちょっと撮影し始めた時があって、でその時にコメントでですね、まあ、なんか毎日やってよってい こうコメントをいただいて、じゃあノリでちょっとこうやってみようかなと思い始めたのが、その毎日やるきっかけではありますかね。作品の平均制作時間はだいたい2時間ぐらいですかね。使う道具に関しては選ぶポイントはですね、誰でも分かるものなんですよ。例えばこう若い人でもどの国の人でも分かるもの。僕のこの企画というかミニチュアのこの一連の作品の中の、まあ象徴的なものとしてやっぱりブロッコリーを置いてるんですけど、こう例えばどういう仕事をしてるんですかって聞かれた時に、ブロッコリーを木に見立てて、例えばこうミニチュアを置いて作品を作ったりとかしてますっていうと、ああ なるほどブロッコリーって木に見えますよねみたいな話になるんですよね。こういう見立ての作品の入門として、こうブロッコリーっていうものが非常に相性がいいなと思ってます。で僕のミニチュアの人形はもう実際作ってます。自分で 3D プリンターで自分をスキャンして、でそれをブロッコリーの横に並べて撮ったりとかしてる。まあ今までで気に入ってる作品はですね、結構その時と場合によって僕結構変わるんですよ。まあ、この時期はこれが好きだったりとか、今好きなのは新幹線のパンの作品ですね。コッペパンのやつで、最近展覧会でそれを実際に走らせてこう展示してるんですけど、まあ、そこで結構子供が喜んでたくさんこうやっぱ食いついてくれるんで、でどの作品が好きだったのみたいなことを聞くと、まあ、この新幹線みたいな感じで喜んでくれるので、なんかちょっと愛着がいい作品になったなと思いました。2パターンありますね。で1つが、ものを見てそこから何に見えるかっていうのを、まあ、人形との組み合わせで考えていくパターンと、もう1つがその、まあ、場面からものを逆に連想するみたいな形ですね。まあ、例えば これから冬だとすると、まあ、雪の景色をたくさん作りたいなと思うんで、じゃあたくさん白いものを探そうというところから、じゃあ白いものといえば豆腐、じゃあ豆腐を斜めに切ったらスキー場に見えるなとか、真っ白いタオルを山のように積んだら雪山になるなとか、そういう風な感じで連想していきます。まあ、何でしょう、毎日やってるので、僕の場合はこの毎日モチーフを、みんなが分かる日用品を使うっていうところがポイントなので、この日用品っていうのがだんだんこう、まあ、限界があるというか、まあ、数に限りがありますよね。でその新しい日用品っていうのをどんどんこう探していくっていうのが結構大変ですね。僕も最初はそういう考えはそんなになかったですね。でこれはどうやってつけるかっていうと、やっぱり毎日考えるっていうのが大事だと思ってて、ランニングする人はこう毎日ね走り込みしてこう、まあ、マラソン選手とか練習するのと同じで、こうやっぱりその怠けるとちょっとこう筋肉が固まるみたいな感じで、脳みそも一緒ですよね。その脳みその筋肉を鍛えるじゃないですけど、そういう感じでこうアイデアの考えるコツを掴んでいくのが大事だと思っています。伝えたいことは、例えばこう日常にあるものですね、こう大人になるとこうあんまり真剣に見ないじゃないですか、そのものと向き合わないというか、例えばこう僕の作品を見てそのものの価値が上がったりとか、こうそれに対して愛着が湧いたりとか、もっとものを大事にしたりとか、そういう感覚がこう感じ取れたらいいなと思ってます。私はミニチュア写真家田中達也です。